皆さんこんにちは、ドラム講師の森田亮太です。本日は質問をいただきました。ハイハットオープン、特に一発だけの時の A 音の出し方ってありますかっていうことなんですけど、まあフィルとかキメとかっていうことですよね、きっとね。こうヒールアップ奏法、ヒールダウン奏法っていうのが、まあ、足の踏み方ではあるんですけど、結構その体のバランスを保とうとしてヒールダウンの状態でハイハットオープンをするっていう人も多いと思うんですけど、ただなんかね、ヒールダウンになるとなんかキレがやっぱちょっと出しにくくて、まあこう出す人もいるんですけどね、キレがちょっとやっぱ出しにくいので、ヒールアップ、まあ、かかとを上げた状態で状態でこうスパッとね、こう切れた方が、まあ、かっこよくねなるかなと思いますかね。で、まあ、練習方法としては結構そのシンバルを入れたりとかアクセントを入れるようなイメージで僕の感覚では叩いてるっていう感じですかね。だからこうっていうアクセントの感覚でこうまあ、なんていうのかな、左足を上げるっていうよりかはなんかシンバル入れてる感じ、こうっていう感じで、っていうかアクセントの練習の感覚でハイハットオープンの練習、一発の練習をするとなんかいい感じになるかなと思いますかね。だからあの定番のアクセント移動、このあとなんかこういうの、このタカタ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 タをこう、これを手順変えてみて、ツパパ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 タカタカ、これもハイハットオープンしてみたりとか、でもできてもいいかもしれないですね。っていう感じで踏むスピードがゆっくりになるとこうふわっていう感じになるんです。っていう感じよりかはスパッと切るようなイメージでいくと、やりやすくなってくるんじゃないでしょうか。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。